こんにちは。今日は、僕がどんな絵の具を使っているのか紹介します。まあ、ただですね、その僕の絵の具が正解ということではなくて、どんな絵の具が合うかっていうのは人それぞれです。なので、まあ今日紹介する絵の具にとらわれることなく、まあ画材屋さんに行って新しい絵の具、使ったことない絵の具なんかをどんどん使っていくっていうのは、僕は非常にお勧めしています。ただ一つだけお勧めしたいのは、この赤と青、紫に関してはいい絵の具を使った方がいいと思います。僕は紫とか赤に関しては20ミリなんですけど、これでだいたい2000円ぐらいします。っていうのは、これは天然顔料で作られていることが多いんですけど、その天然顔料が、まあ、高いものが多いっていうことなんですね。ただ化学薬品で、できている色でも、まあ、いいものもたくさんあるんですが、この青と赤と紫に関してだけはやっぱり天然ものの方がまだ優れてるかなっていうふうに感じます。で、まあちょっと出していきます。で、僕はですね、普段、白も2種類使うんですね。シルバーホワイト、ナンネリ、チタニウムホワイト、ちょっと結構使ってます。で、それぞれにね、特性が違って、その特性をまあ両方欲しいということで僕は混ぜるんですね。チタニウムホワイトっていう色は非常にその白としての色が強い、何を混ぜても白っぽくなる。で、それに対してシルバーホワイトっていうのは控えめな白というか、どんな色も引き立ててくれる白なんですね。これね、面白いのはね、これテールベルトっていう色なんですけど、こっちもねテールベルトって色なんですよ。同じ名前なのに、これテールベルト、色が全然違うって。どちらも草壁っていうメーカーなんですけど、同じメーカーが出しているのにシリーズが違うだけで色が全然違うっていう。なので、たまに画材屋さんに行って、まあ、自分が使っている名前の絵の具の他のメーカーのものを使ってみるっていうのも結構面白かったりしますし、それだけでね、自分のその表現の幅が広がることもありますから、ぜひ画材屋さんに行ったら普段使ったことのない、絵の具を買ってみると面白いのではないかなと思います。まあね、本当にこの絵の具を出している瞬間はね、なんか今度こそ自分のキャリアの中における傑作が描けるんじゃないかっていうふうに考えてるんですけど、まあなかなかそうはうまくいかないというわけで、だいたい絵の具が出し終わりました。よいしょ、こんな感じになりました。よいしょ、お、綺麗ですね。この状態が一番綺麗なのではないかっていう、まあ、こんな感じで、これ見ていただくと、だいたい僕のパレットはこういうふうに各色が2種類ずつあって、明るいものと暗いものっていうものを使い分けて描いてます。まあこんな感じで僕はパレットに絵の具を使っています。もちろんその、パレットの使い方っていうのは人それぞれですが、一つ参考にしていただけたらと思います。